ヨタハタチ。はい、どうも皆さんこんばんは、りょうたです。こんにちはか。こんにちは、りょうたです。本日7月の21日でございます。昨日7月の20日からチームの練習が再開いたしました。約2ヶ月ぶりの練習を昨日今日とクラブの練習をしたということで、もうね、足の筋肉痛がマジで気持ちいいぐらいに来てますね。やっとなんかサッカーの練習したなっていう感じで、まあ普段こう筋トレとかやってる筋肉痛も来るんですけど、それもまあ気持ちいいは気持ちいいですけど、やっぱサッカーの筋肉痛ってね、サッカーでしかできないなっていう。俺サッカー好きだなってめちゃくちゃ思ってました。今日練習結構ハードな練習だったんですけど、なんかそのきつい練習の中で、うわーもう楽しいとか思いながら練習をしていたという感じでございます。はい、ちょっと変態投稿しましたが、前回の動画で、サッカー選手の一日みたいな感じで、公園に行ってサッカーをした日のあの一日の動画を上げたんですけど、公園に結構ね一日おきとかに行ってて、その帰り道にジュースいつも飲んでたんですね。ファッションジュースだったりライムジュースだったり、そこに行った時にちょっとね不思議というか珍しいものを発見いたしました。はい、珍しいものかどうかちょっと分かんないんですけど、僕がただ知らなかっただけで、ちょっとこれ動画に撮ろうかなと思って動画撮らせてもらったんですけど、サムネとタイトルを見て分かる通りなんですけど、紙タバコというものを見つけました。紙ってあの紙の方ね、筒の紙の方じゃないタバコを見つけました。まあ、それがどんなものなのかなっていうのをね、まあ、僕自身全然知らなかったし、知ってる人ね少ないんじゃないかなって僕の中で勝手に思ったので、今回それをご覧いただければなと思います。これ知ってるよってみんな思ったら、ちょっとぜひあのバッド評価でもしてもらえれば分かりやすいと思うんですけど、知らねえよと思った方はぜひあのグッドのボタンを押していただけるとモチベーションねグイーンと上がっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。では本編の方どうぞ。こちらなんですけどね、ちょっと見てもらえますか。これがね紙タバコの中身なんですね。これすごいでしょ。俺ね知らなくて、これジュース行ったところの隣で売ってるところなんですけど、この葉っぱの中にいろいろと物をこう詰め込んで、でこの葉っぱでくるんで、最後この紙で最後くるんで、もうその道端にそこら中に売ってるみたいな商品なんですけど、こちら中身に何が入ってるかっていうと、やっぱ紙タバコってこともあってタバコの葉っぱも入ってるんですけど、今止まってるこの映像がヤシの実の一種の種子ですね。ビンロウ、ビンロコジ、発音とイントネーションちょっとわかんないんですけど、このねよく調べるとビンロウとかビンロウジみたいなカタカナで出てきて、それがヤシの実の一種の種子、種の部分で、それを皮をこう剥いでこう砕いて中に入れてるみたいな感じになるみたいです。ウィキペディアちゃんに書いてあったんですけど、これを中に入れて、でこれ次に止まれるこの粉々に砕いたやつがタバコの葉っぱですね。普段こう日本で売ってる、まあ、日本ではなくてもどこでも売ってるタバコの、あの包まれてるやつはこれをこう粉々にして、それを燃やして吸うみたいないう感じだと思うんですけど、これはもう、ね、燃やさずそのまま食うということで、食べるというか噛んで出てきたこの香りを楽しむっていうタバコの種類ですね。で噛むとこう唾液とともにこの汁が出てきて、その汁に関しては発がん性があったり、なんか胃に悪いみたいないう感じなので、こうペッて吐き出して、でずっと噛んでると最後にこのヤシの実のこのビンロウジのなんか繊維みたいなのが残って、それを最後にまた吐き出して終わりみたいないう感じで、これ葉っぱがね 4,5 枚入ってるんで、おそらくこの1回のこの1個の束で 4,5 回はできるのかなっていう感じで、それが1個ね50ルピーで販売されてました。50ルピー、30円ぐらいで販売されていました。でこのビンロウジっていう、ビンロウジわかんない、ちょっとすいません正確な名前わかんないんですけど、これはタンニンが結構含まれてるみたい で、タンニンというかあのその渋い感じっていうか、なんだろう、コーヒーとか紅茶とかに入ってるような成分が、まあ、メインで、でタバコのニコチン的な役割を果たしているみたいです。タバコのニコチンにこう似た感覚が味わえると。だからこの興奮であったり低迷感であったり、そういうのが得られるものになっております。これとタバコの葉っぱをこう噛んで、でその液をペッて吐き出しながら出てくる香りを楽しむみたいな、それが紙タバコの正体というか、これが紙タバコというものになります。まあ映像はこれで以上になるんですけど、いかがでした？結構見たことありましたか？これ
なんか道端にこうカゴとかにポンポンポンとかこう入ってて、この葉っぱごとね。だからなんかね、ちまきの一種かなみたいな、中にご飯とか入って食べるやつなのかなとか思ってたらね、中身全然違いましたね。でジュース買ってる隣に売ってたって言ったんですけど、ジュース買ってる人が同じところでやってるんですよ。だからカゴにこう入ってて、そしたら奥見たら結構奥にね、暗い声があって、これなんだろうって覗きに行ったら、ちょっと香りがするんですよ。でその香りがする正体がタバコの葉っぱだったんです。タバコの香りがふわーってしてて、うわこれタバコじゃんみたいな思ったら、まあほんと紙タバコっていう。ちなみに僕ね、あのこの燃やすタバコも吸ったことないですよ。本当にタバコも持ったことすらないんですよ。持ち方もこう分かんないみたいないう感じなので、もう花からこれを試そうっていう気にもならなかったです。スリランカでもそんなに良くない、あんまりあのいいとされてないものなので、スリランカでも、これやってんのみたいな聞いたら、ノー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 みたいな、もうやってないやってない、こんなんやってないよみたいな感じの反応してたので、まあタバコあんまり良しとされてるものではないのかなという感じでした。だから僕も全然この試そうだなんて思ってないし、もし試したい人がいればこれをちょっと試してみてはいかがでしょうかという感じで、今回の動画は以上となります。紙タバコの紹介でした。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。愛席食堂やってるんですよ。愛席食堂こんなオープニングやつ。